カソリ貝塚一塚カイチ塚は、千葉県千葉市若葉区桜木八丁目にある、縄文時代の貝塚及び、環状集落の遺跡である。日本最大級の貝塚であり、学史上でも著名な標識遺跡としても知られる。1971年に、北貝塚が、1977年に、南海塚が、国の史跡に指定され、2017年に、 国の特別史跡に指定された。北貝塚の E 地点の土器は、縄文中期後半のカソリー一式、南貝塚の B 地点の土器は、縄文後期後半のカソリ B 一式として、変年の指標となる河原家と位置づけられている。カソリ貝塚遺跡は、千葉市内を東西に流れる宮古川の支流である、坂月線を北に2トルほど遡った西側の、東西約5 0 0ル。 南北約800メートルの絶上大地上にある。その大地は西側が平坦部で東側に向かって緩やかに傾斜している。貝塚を含む土層は大地の東側沿辺に東西300メートル、南北400メートルにわたって分布している。仮想リ貝塚は異なる時期に出現した二つの環状集落によって形成された典型的な環状を呼び、 馬蹄形状の貝塚で、直径約130メートルの北貝塚と、長径約170メートルの南貝塚が連結し、全体としては8の字型をしている。面積は、約13.4ヘクタールで世界でも、最大規模の貝塚である。現在、敷地は、カソリカイ塚公園として管理されており、葉市立カソリカイ塚博物館が設置されている。 貝塚周辺の一帯には、縄文中期の小型貝塚や、住居跡が広く分布している。この場所では、約7000年前の住居跡が発見されているが、当時の貝塚は残されていない。巨大な貝塚が作られ始めたのは、約5000年前の縄文中期である。カソリ北貝塚は、縄文中期に作られたものである。初期には小規模な貝塚と住居があったが、 中居跡に貝や土器片などを廃棄、集積し続ける、廃棄体と呼ばれる、堆積物層が形成されていった結果、後にその上に、直径約130メートルの環状の貝塚が、約1000年かけて作られた。縄文後期になると、北貝塚は利用されなくなり、その南側に、南貝塚が作られ始めた。カソリ南貝塚は、縄文後期のもので、 約1000年かけて、長径約170メートルの馬蹄形の貝塚が作られた。犬の骨が人間と共に葬られていることが確認され、話題を呼んだ。北貝塚海草断面南貝塚海草断面、小山を切り通しとして保存かそり貝塚は、1887年の上田栄吉の下佐国千葉軍会巨否によって学会に初めて紹介された。 1907年、東京人類学会の調査によって、本邦第一の貝塚であることが確認された。1963年頃、カソリ貝塚のある土地を東洋プレハブ工業が、買収して、整地作業を開始し、南貝塚の一部を破壊した。これを機に保存運動が高まっていった。1964年3月18日、千葉市は、 北海塚の5ヘクタール余りの用地を買収して、公園として整備することとし、1966年11月24日に、土器や石器、骨など出土品を展示する千葉市立、カソリ海塚博物館が開館した。その後、1972年にかけて、南海塚の土地も買収され、1971年3月22日に、北海塚が、 カソリカイズカとして国の史跡に指定され、1977年には南カイズカが追加指定されて、カイズカのほぼ全域が保存されることとなった。2017年10月13日、カイズカとして初めて国の特別史跡に指定された。公園や博物館は入場無料。縄文時代の生活を体験するイベントがしばしば開かれている。 最寄り駅は、千葉都市モノレール2号線桜木駅。中村2009年、P49 歌荷口2005年、P97 から98、読売新聞長官2017年10月14日33ページ地域、千葉 13S 番、ぐるっと首都圏。 カソリカイズカ城門の息吹身近に、日本経済新聞長官2018年11月30日2018年12月6日、閲覧。カソリーヌのプロフィールちびっこ考古学者、脱線中学生7人博物館嵐、城門土器など400点古物章と、物々交換、朝日新聞1978年1月22日、長官13、13番。 23面、ありがとうございます。